時に伝う言葉が少しずつ転送される。茶番なら昨日の夜に終わらせた、混ぜ合わせた。何も思い出がなかったら二人笑顔で終われたのかもね。夕闇がまとう秘密を食べて眠りについた最後の言葉。楽しさだけずっと抱きしめるのは無理だよ。伝わなくても悲しいほど同じに思う。記憶だけ